ようございます。おやすみなさい。なんでですか。はい、今日も質問をいただいてます。毎回質問いただきありがとうございます、はい、ます本当にそう、それのおかげでこの番組が成り立ってそうですね。さあ、名前コーヒーさん、はい、どうしてどうしてすごい好きなのかな。おな、あと男性の方、表現技法についていろんな歌手バンドの曲を山ほど聴いてきたのですが、いまだに自分の表現方法かっこビブラートの種類や音量による抑揚のつけ方、表情筋の使い道、間のつけ方などなどのどういうところで使うべきなのか、どこにつけるべきなのかに迷ってしまいます。あ、まだまだ長いですよ自分なりの曲の解釈、曲の印象や歌詞を朗読したり、歌詞抜きでメロディーのみで歌ったりした後に、だったらこういう考えだからこのフレーズは音量だんだん上げたいな、でも合ってるのかな、いや違うなと、ものすごく悩んで試行錯誤しているのですが、なかなか答えが見つからなく成長が止まっているようで、自分にイライラしてしまいます。考えすぎなのでしょうか、それとも歌手の歌い方をちゃんと吸収しきれていないのでしょうか、それとももっと簡単な方法があるのでしょうか、ですって。はい、もう最後の方集中力切れたわ。なんで歌手の歌い方を、なんだっけや、歌手の歌い方を吸収するっていうのは、ああ、なるほどなるほど、なんですかそれ。ちょっとモノマネじゃんね。ちょっとモノマネですよね。そういうことやね。カラオケの話なんですかね、それとも自分の曲を歌う時の話なんですかね。ああ、まあ、まあ、別にどっちでもいいんですけど。どっちにしても自分らしく歌えばいいじゃんそんな自分がやりたいようにやればいいじゃん。自分らしくがもう分かんないんじゃないですか。いっぱい聞いてんでしょ、それを参考にすればいいじゃん。あ、これかっこいいとか。いや、それは多分モノマネになるんじゃないですか、いつまでたってもそれじゃ。でもそれで自分を作っていけばいいじゃん。その一人のやつばっかり聞いててたらモノマネになるかもしれないけど、あ、この人のこういうとこかっこいいな、なるほどね、でよくない、うん、そしたら多分体のどっかが、脳みそとかが多分何かを学んでるから、うん、自分が何か別のさ曲歌うときとかでさ、こここうしようかなとかなるんじゃない、うん、まあ、基本的にその歌って、これ前もライブ配信の時に言ったんですけど、歌、まずその方の歌もね、どういう風に歌ってるのかちょっと気になるんですけど、歌ってまず音楽だということをまず本当にちゃんと理解してほしくて、音程とリズムがまずバッチリ合ってなきゃいけないんですよ。で、これがやっぱ狂ってると人の耳にもすごく嫌な感じに聞こえるわけですよね。そうですね。まずそこの基本的なところがしっかりできた上で、そういうことを次考えていかなきゃいけないんですけども、いろんな人の歌を聴いてきて、うん、まずそれができてない人たちが多いから、多すぎるからちょっと僕はなんてこったい、そういうのがすごく気になっちゃうんですけど、はい、そう、まずそれができて、でそこから自分の音楽を作っていけばいいわけですよね、うん、それはもう小さい時からそうやってたくさんの音楽を聴いてきたのであれば、多分自分の中に音楽っていうのが入ってる人たちがほとんどだと思うんですよ。多分この方も自分の中にある程度のポップスのそのリズム感とか音楽っていうのが入ってると思うんですよね。それを誰の真似とかじゃなくて、誰が好きだから誰の真似をするとかそういうことじゃなくて、自分の中にある音楽っていうものをそのまま表現していけばいいと。だからビブラートのがどのくらいなのかとか、なんとかの間がどんくらいなのかとか、そんなこと一切気にする必要はないんですよね。自分の音楽をその歌にぶつけていけばいいだけだと思います。世の中のね、まあもちろんその自分で事務所を持ってとか、自分で独立、うん、もう結構有名な人とかでさ、もともと大手音楽会社、音楽事務所みたいなとこから出してたけど、そこから抜ける人とかっているじゃん、はい、そういう人たちってやっぱりすごく制約があって中でやりづらくて、うんうん、ね、自分たちのやりたいようにできなくて出るわけじゃん、はいはいはい、そういうことなんだよね。いっぱい要求されて、ここはこう入れて、ここはもっとこういう風に入れてって言われながら作ってる人ばっかりなんだ多分ね、世の中ね、うんうんうん、多分じゃなくてガチで、うんうん、商品として出す場合にはそういう風になってくるということですよね。でも別にそういうわけじゃないんならさ、うんうんうん、好きなようにやればいいと思うけど、うん、
楽しくやればいいんじゃないの。音楽って言うぐらいだから、ね、音楽ってどう書くか知ってますか。なんか学校の先生みたいな音を楽しむって書くんですよ。だから楽しくやんないとね。特にポップスはそういう音楽ですしね。クラシックはそうじゃないやつ。クラシックはやっぱりそのまず楽譜があるからね。楽譜通りというか楽譜があってそれを再現するっていう再現音楽ですからね。うん、まず前提ですよね。もの、うん、そう前提が大前提ですよね。その上で表現をしていくっていうことなんですけども、でもそうじゃないからね、うん、ポップスは最低限の音程とリズムっていうことだけ合ってれば、まあ、ここは絶対合ってなきゃいけないんですけども、合ってればある意味何してもいいわけですよね。楽譜を見てさ、あのポップスの音楽をさ、まあ、勉強っていうか覚えてカラオケで歌う人なんていないじゃん、うん、いない、ほぼ100いないじゃん、うん、そういうことじゃん、うん、ポップスをなあの楽譜に起こすとすごいなんか細かい楽音とかさ、うん、そうです、難しいです、すごい、そうやってその通りやろうとすると変な風になるじゃん、めちゃくちゃ難しい、そういうことじゃないからね、やっぱりそういうものじゃないから、うん、口伝みたいなもんじゃん、うん、耳で聞いて、うん、覚えて、うん、歌うみたいなところがあるから、より自由ですよ、より自由、うん、さっき僕音程とリズムっていうこと言ったんですけども、特に何も表現せず表現しようと思わずにまずまっすぐ歌うっていうこと、まっすぐ歌って音程とリズムがちゃんとはまって、それがまあ基本といえば基本ですよ、まあ、ちょっとこれクラシック的な考えになっちゃうんだけども、全く何も表現しようと思わずにただまっすぐ歌ってある程度うまく歌えなきゃ、ある程度うまく歌えなかったら多分そこから表現しようと思っても歌ってうまくいかないと思いますよ。まずまっすぐ何の癖もなく綺麗にうまく歌える、うまくというか綺麗に音程とリズムだけをはめて歌う、多分歌が上手い人たちってそれ絶対できますよ。ただ多分歌が下手な人たちっていうのは多分それすらもできないので、まずそこに基礎があるっていうことを分かった上で、それができた上で自分の音楽っていうのを出していけば多分まとまると思うんですよね。まず自分の歌い方とか、なんか逆にその歌をうまく思う歌おうと思って変になんか癖をつけようと思って、さっきビブラートがどうとか、うん、どこの間がどうとか、どこを音量を上げたらいいとか、なんか自分の癖をつけようと思うと余計多分聴いてる人は心地悪く聞こえますよ、うん、もっともっと、本質的なところは本質的なところっていうか、もっと根本的なあると根本的なところにあると思うんですよね、歌をうまく歌うっていうのは、うんうん、それを分かっていただければなと思いますね。なんかちょっといいこと言ったんじゃない？ですよね。でもまっすぐ歌えなかったら絶対、うん、ね、そうだ ね、 ダメですね。それやってるうちについてくる部分もあるしね。うん、それやってるうちについてる。こういう風に歌ってたらつまんねえな、じゃあこうしようかなとかさ、うん、まずスタンダードができないと、ね、初めからこねくり回してたら、そうだね、それでなんか音程もはまらない、リズムもはまらないってなったら本当にもうそれはもう全然ダメで、音程とリズムと言葉のを混ぜただけのもんだからね。そう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 、音楽はまず、ね、その3つがまずできなきゃダメ。その3つがまずできなきゃダメ。でそれができた上でどう歌おうかなとか、そうそうそう、どこで切ろっかなとかさ、どこを上げていこうかなとか、うん、なんかそういうのじゃん。基本的には音楽だから、あの A メロから始まるわけじゃないですか。そこがいきなり山を迎えるわけじゃないから、そこはまずね、普通だったら淡々 と小さく喋り声の喋り声で、僕カラオケで歌う時なんか初め前半なんか全然大きい声出さないんですよ。もうほんと小さい声で結構普通のこと言ってるぞそれは。そう、普通のことなんですけど、いや普通のことなんですよ。小さい声で歌ってサビのところでこう盛り上がっていったらそこで声を張っていくわけじゃないですか。でもそれぐらいはみんな結構わかるじゃん。わかる、ね、それの繰り返しじゃんってことね。 それがまず丸一だし、でさらにそれなんかやっていくうちにさ、ここをこういう風にする方がいいんじゃねっていうのがどんどん自分の中でさ、うん、湧いてくるんじゃない、うんうんうん、それの繰り返しだよね。そうです、そうです。だそういう基本的なことをまず分かってれば、うん、そんなに自分の歌い方で苦しむことなんかないと思いますし、発声とかで苦しむとかはまたね、うんうんうん、別にあるかもしれないけど、うん、人それぞれ声が違うから、もうそこの時点でもう個性が生まれてるわけですよ。ピアノとかと違うから、ピアノとか弦楽器とか楽器じゃないから、あくまで人間がやってるから、だからその時点で声が個性っていうのがあるわけだから、そんなに個性に苦しなんかこれを聞いてるとなんか個性に苦しんでるのかなって聞こえるんですよねだからその時点でも個性っていうのはあるわけだから、もっともっと基本的なところがちゃんとできれば歌って絶対うまく歌えるんですよ、うん、
それをね、ちゃんと認識していただければと思います。はい。はい。こんな感じです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。